なんだなんだ、この世の終わりみたいな顔しちゃってさ。実際終わりかもしれません。実は科学で赤点取っちゃって。なんだそんなこと、ゆうきくんが誰かに振られたのかと思った。気にすんなよな、報酬くらいさ。適当に受けてれば適当に終わるだろ。くよくよ考えてもどうしようもないので、そうします。うん、それがいいよ。ゆうきくんが暗い顔してたら僕も悲しくなるし。だよな、お前らしくないぞ。さて、補習授業を始めようか。桜野くんと葉賀くん、しっかりと聞いておくように。追試をするからね。そこで合格できないと進級できない。態度が悪いと課題を出すからそのつもりで。私も暇ではないのだからね。特に葉賀君、君は本当にまずいから覚悟して。それでは今日の授業の復習をしよう。桜野くん、君に質問するよ。あ、はい。いい返事だ。間違えたらお仕置きだよ。いいかい？今日は初歩的な質問だ。次の機体の中で一番重いものは？さすがは桜野くんだね。正解だ。塩素は原子番号17の元素。元素記号は Cl。 ハロゲン元素の一つだよ。はあ、よかった。
森永兄弟、どうしたんだ。君たちは補習は必要なかっただろう。こら、兄さん、まだ補習中だよ。もう終わったんだろ、さっさと帰ろう。お前、まだ終わってねえっつーの。楓は誘ってねえよ。なんだと？おかしいな。私は幼稚園の補父になった覚えはないのだが、とりあえず今日はもう終了だ。帰ってよろしい。やり！なあ、ゆうき、一緒に帰ろうぜ。先生、すみません。ゆうき、そろそろ風呂に行かね。うん、行こう。あ、ゆうき。楓。な、俺はおまけか。まあまあ、二人とも今からお風呂。よかったら一緒に入ろうよ。勇気はともかく、楓はどうなんだよ。兄さん、冗談だって。いいのかよ、あんな奴らと一緒で。でも、せっかく誘ってくれたんだし。そうそう、化学記号のことなら俺たちに任せろってね。おっと、手が滑った。で、お前この野郎。楓くん、もういいから。
何か困ったこととかあったらいつでも言ってね。どうもありがとうございます。コウタにだけは絶対言わねえけど、こっちだって願い下げだっつーの。楓くん、ごめんなさい、わかりません、助けて。水素か、楓くん、うわ、蓮沼先生、ごめんなさい。って、なんだ、夢か。桜の葉が、おはよう。おはよう、ゆうきくん、かえでくん。あ、くじさんに咲き坂さん、おはようございます。勉強は進んでるのか？まあ科学苦手なんですけど。おはようございます、皆さん。よ、おはよう。なんだ、あんたたちか。今度はどんな騒ぎを起こすんだよ。っていうか下級生のくせにお前、いちいち生意気だよな。まあ、二人とも落ち着いて。そうだよ。先輩たちは、テストの結果どうだったんですか？俺はまあ問題はないかな。とりあえず藤原には負けないくらい。同じく菱崎にはちょっと負けた。僕もとりあえず10位以内には入れました。次は1位を狙います。俺も翔太には負けたけど赤点なんか1個もないぜ。
なんだよ、みんな俺をバカにしてるな。そもそも学校の勉強なんか基礎レベルだろ。将来のこと考えたらこのくらいどうってことないって。お前には言われたくねえよ。よう、ユキ、息抜きか。やっほー。そういう二人は何してるんですか。サボりサボり。って嘘ばっかり言わないでよね。ここって意外に人が来ないからのんびりしてるだけ。なんだ、コウタさんがそう言うから本当かと思いました。ほら、兄さんのせいで変な先入観与えちゃってるじゃないか。うるせえよ、俺のせいじゃないって。っていうかさ、いつもいつも俺のせいじゃないってどこのお子様。いい加減にしてよね。喧嘩はダメですよ。兄さんのせいで怒られちゃったじゃないか。俺のせいかよ。さて、今日は抜き打ちだけど、ちょっとした小テストをやってもらおうかな。え？聞いてないですよ。そもそも、テストというのはいきなり受けてこそ価値があるものだろう。ほら、文句を言わないで用意をする。例によって不合格だったら桜野くんにお仕置きだからね。え？なんで僕？それでは問題。ナトリウムやカリウムは何金属と呼ばれるでしょう。トリチェリーが発見した大気圧、その圧力は押し上げられた何の高さで表す？元素記号 Cl は？
元素番号79の金属は何？それでは最後の問題だよ。私の好きな食べ物は何でしょう？先生、それって科学には関係ないと思うんですけど。うん、よくできたね。合格だ。やった。よかった。っていうか先生、最後の問題は変だと思いますけど。まあ気にしないでいいよ。コーラ、今日は邪魔しないって言ったのに。また君たちか。今日は何だい？もう補習終わったんだろ。一緒に帰ろうぜ。はあ、仕方がない。とりあえずテストに合格もできたから、今日はこれでおしまいにしよう。さあ帰りなさい。俺先に帰るから。コータ苦手なんだよ。一緒にいると感じ悪くなるから先に行くな。あとはよろしく。それじゃ帰ろうぜ。